人目だ。俺がこの目で心を読み切れなかったのは、一人は死の淵に立ちながら明日の朝飯のことを考える男、もう一人は生きながら空っぽの男。あれはお前の何だ？あれとやり合うつもりか？お前は死を隣に置いて生きてきた男。お前にとっては朝飯も死もさして変わらない、当然のように訪れるただの隣人なのだろう。だがあの男には生も死もない。そんな虚ろに一体どう戦を挑む？あいにく俺にはお前のようなあれもこれも見える立派な目玉はねえ。目の前のもん一つ追うのがせいぜいさ。だったら俺はそこが死の淵だろうが何もねえうつろだろうが、お膳に添えるまんじゅうのためじゃねえ、明日の朝飯のために戦う、そんだけの話だ。皮肉なものだ。目が塞がって初めて見えた。あれは底なし沼などではない、底なしのバカだ。銀時が春雨の三強星と呼ばれる強者馬頭と戦っている頃、桂と坂本も三強星の残り二人と戦闘になっていた。強敵を相手に逃げの小太郎の名を捨て正面からの戦いを挑む桂、坂本は船と乗員をナノマシンウイルスに侵され船の制御システムを破壊する。一方高杉は春雨の砲撃を受け崖から落ちてしまう。借りはきっちり返したよ。三強星が倒されたと知り奈落の大部隊が戦場に投入された。新八を逃がすため敵を引きつけた川上万歳もその猛攻に力尽きる。万歳さん、やめろ！高杉晋介、戻ってきてしまいましたか。ここに騎兵隊に告ぐ、カラスどもを踏み殺せ。どけよ、てめえらより先に挨拶しなきゃいけねえ奴がいる。そこをどけ！そうか、ならば梅雨払いは俺が引き受けよう。握手でも拳でも存分に交わせ。ずら、焚きつけるのは予算か。喧嘩止めるわしの身にもなれ。ならばいっそ俺たちも参加すればいい。そりゃ明暗ぜよ。俺が死んでる間に随分状況が変わったらしいな。こないだまで俺から国を守らんとしていた連中が国から狙われてるなんざ。何も変わっちゃいねえ。あれを片付けた後はお前の番さ、高瀬。それまではその命せいぜい大切にしておくことだ。貴様に利用するだけの価値があればの話だが。おい、
こいつら一体何言ってやるんだ。要するにヤクストだな。まだ死ぬなダチ公ってことぜよ。うずいているな。私のうちにあるかつてあの男だったものが、嬉しいか悲しいか。お前のためにチリチリになった弟子は、お前のために再びここに集った。少女、お前に消されるために。ようやくあの化けガラスを手の届くところまで引きずり下ろせたわけだ。高杉、お前知っていたのか、虚ろのことを。さあな。だがあれだけ強かった人をこともなげに捕らえ、殺すことができる奴がいるとしたら、そいつは先生自身、いや先生の中にいた別の何かしかあるめえ。君も道に迷ってここにたどり着いたんでしょう。私もそうです。未だに迷っている。それでいい。悩んで迷って、君は君の思う侍になればいい。先生は抗い続けていた。おそらく自分の中にいたその何かに。だが先生は敗れ、その何かだけが残った。だったら俺も抗い続けるしかあるめえ。てめえらがこれから何をしようと知ったことか。俺の覚悟はとうの昔に決まってら。俺はただ壊すだけだ。奴の作ったこの腐った世界を。止まるものか。もうあの男たちは止められん。玄時、人間ってやつはそう簡単に変わらねえもんらしいな。一遍死んでも10年経ってもどいつもこいつも相も変わらずバカやってえなら。そうでもねえさ。10年前なら切ってた。なるほど、楽しみは後に取っておくことを覚えたわけか。立派な大人になったもんだ。ほざきやがれ。やめろー、カムイ。リンちゃん、新八、何しに来た。家族の問題に立ち入るなとでも。確かに俺たちは血なんざ繋がってねえよ。だが同じ屋根の下で同じ釜の飯食って、同じもんに笑って怒って泣いてきたよろつやだ。あいつのために動くのに血も理由も必要ねえよ。カムイさん、その拳引いてください。これ以上カグラちゃんを、家族を、自分を苦しめるのはやめてください。あいつを苦しめてるのはお前らの方だろ。ようやく見つけたもう一つの居場所を俺に壊させようっていうのか。僕らは壊れたりしませんよ。カグラちゃんがあなたの手を離さなかったように、僕らもカグラちゃんの手を、みんなの手を離さない。だからあなたたちも僕らも壊れたりしない。もう遅いよ。どちらかが倒れるまで俺たちは終われないんだ。そうかい。だったら俺が終わらせてやるよ。
これで最強を倒したのは俺だ。最強の座は引き継いだ。カムイ、お前のお守もな。お前の探してたもんはここにあるぜ。欲しけりゃ来いよ。あのハゲを倒すために手にしてきたもん、全部ぶつけてみろ。お前の夢も努力も、そしてその先に。